食べ過ぎを防ぐ物理的な方法をお話しします。こんにちは、ダイエットトレーナーの根岸です。私のダイエット動画ってたくさんありますが、この動画の内容をぎゅーっと8話の動画に圧縮してまとめました。この8話の動画を見ればあなたは確実に痩せられます。この動画は非公開ですが、見たいっていう方は私の公式 LINE アカウントに友達登録をしていただければ無料でプレゼントします。この動画の下の概要欄に LINE 友達追加の URL を貼っておいたので、ぜひ友達登録してこの非公開動画をゲットしてください。めっちゃいい内容ですよ。はい、今日のお話はこちら、食べ過ぎを抑える方法、これ知りたいと思います。皆さんは食べ過ぎちゃう、だから太っちゃうって言って食事をね、食べ過ぎをいつもね苦しんでると思いますけれども、その断ち切る方法をねお話ししたいと思います。そもそもなんで、なんで人は、なんであなたは、そうあなた方は食べ過ぎてしまうのかっていうことをまず原因から考えていきましょう。いいですか皆さん、ダイエットっていうものはほにゃららすると痩せるっていうのを手を出すのではなく、自分がやらかしてしまう原因を一個一個理解してそれを潰していく作業、これが本当のダイエットなんですよ。さあ、あなたが食べ過ぎてしまう原因は何でしょうか。はい、こちらです。過度の空腹感。人間はね、空腹感っていうものは当たり前のようにあるんですよ。お腹が減ったなーっていうふうに体が栄養を求めるサインです。空腹感っていうのは体が栄養をくれ、栄養をくれっていうふうにサインを出してくれてるんですね。ところがその空腹感をほったらかしにしておくと、空腹感が過度に感じてしまうんですよ。なぜかっていうと、なんで空腹感を放置すると過度な空腹感を感じてしまうかというと、ほにゃららを感じてしまうんですよ。さあ何でしょうか。空腹感をマックスにしてしまうと、あることを感じてしまうの、あなたが、あなたの体が。さあこれ何でしょうか。はい、生存の危機、生命の危機を体が感じてしまうんですよ。あなたは空腹感をね、1時間も2時間も3時間も放置すると、うわー腹減ったーってあるじゃないですか。そう、その状態って体がね、生存の危機、やばいよやばいよ、栄養入ってこないよって言って生存の危機を感じてしまうんです。そうなると体はどうなるかっていうと、栄養が入ってこないんだから栄養を取らなきゃっていうふうに、食べろとあるところから指令が出るんです。そのあるところ、もうわかるよね。はい、脳から食べろ、もうあかんと、死んでしまうと、こんなに空腹感を感じたらあかんでしょう、死んじゃうでしょう、だから食べろって脳が勝手に強い強い指令を出してしまうもんだから、暴飲暴食になってしまうんですよ。大事なことはね、あ、ちょっとお腹減ったなぐらいだったら全然平気なんだけれども、その空腹感を1時間も2時間も放置して してしまうと空腹感が最大化、マックスしてしまって、体が、脳がこいつはやばいと、栄養入ってこないから死んじゃうと、だから食べなきゃって言って指令を出しちゃうんですよ。そう、こちらご覧ください。これね、空腹感、縦軸に空腹感と横軸に経過時間を表したグラフになります。皆さんはね、空腹感を感じてない時はいいんですけれども、空腹感がちょっと感じたなって言って1時間ぐらい経つとね、だんだんお腹減ってきたな、あ、いい感じでお腹減ってきたなってなるんですけども、これが1時間を超えて2時間ぐらいなってしまうとどうなるかっていうと、食欲がマックスビヨーンって上がってしまうんですよ。そう、この食欲を1時間以上も放置すると、食欲がどうなるかっていうと、これを食欲のオーバーシュートって言います。はい、一気に食欲がビヨンと上がってしまうんですね。そうなんです。皆さんはお腹減ったな、でも家に帰れば食事があるからね、我慢しようとかね、今日は食事会だから、そのまでに我慢しようって言って、この空腹感を2時間も3時間も放置すると、もう食欲が青天井のように、食べろ食べろ
で出てしまうんですよ。なぜかって言ったら脳が指令出してるから死なないためになんですよ。その状態、この食欲がオーバーシュートしている状態で食事をしたら、そりゃあさすがの私だって食欲は抑えきかないんですよ。皆さんだったでしょうでしょ、皆さんもね、こんな空腹感がマックスになった状態で美味しいものを出されたらね、腹八分目なんか守れないですよね。もう美味しいもの、脂っこいものね、糖質からガーって入っちゃうでしょ。それはしょうがないんですよ。脳からの指令、つまり本能があなたにそうしろと言ってるんです。だから安心してください皆さん。私は意志が弱いからとかそういうんじゃないんですよ。あなたの意図しない司令官が食べろって命令、指令を出しちゃってるからなんです。あなたの意志の弱さじゃないんです。でもね、問題はあなたにもあるんですよ。なぜならばこの食欲を放置したがゆえに食欲をオーバーシュートさしちゃったからなんです。じゃあどうすればいいか、ここでネギ式ダイエットのある方法があるんです。もうネギ式塾だとかオンラインサロンとか私の動画を見ている方は知っていますよね。ネギ式ダイエットのほにゃらら法、はい、これ何でしょう。はい、ジャックナイフ法です。これ何かというかね、これね、私のね、プロ並みの絵が描いてありますけどもね、ナイフなんですけども、はい、これ何かっていうと、食事の 1,2 時間前にほにゃららをすると食欲のオーバーシュートを断ち切ることができるよってことなんですが、もう分かりますよね。食事のね、食欲がオーバーシュートする前ですよ。食事の 1,2 時間前に、はい、間食をすればいいんです。こんだけです。多くの方が間食って良くないものだって思ってるかもしれませんが、違うんです。使い方によってはこの食欲のオーバーシュートというものを断ち切ることができるんですよ。だからジャックナイフ法って言います。はい、そうすることによって皆さんは過度な食欲を感じることがなく、落ち着いて理性に従って、今自分にとって必要な量は、必要なものは何かって取捨選択して食事ができるようになります。一方でこの間食をしないで食事がオーバーシュートした状態で食事を始めちゃうと、もう抑え効かない、理性効かない、もう美味しいもの、カロリー高いものからバーっていってしまって、もうダイエットのどころではなくなってしまうんですね。そう、なので皆さんはこのジャックナイフをぜひ取り入れてください。どういうものを食べればいいのか、食事の 1,2 時間前にゆで卵1個でいいよ、ね、プロテインとかプロテインバーでもいいよ、うん、飴玉だっていいんです、ね、飴玉って糖質だからダメなんじゃないというかもしれないけど、飴玉1個で太る人がいたら教えてください。それぐらいじゃ太りません。その代わりこちらナッツは NG なんですよ。なぜかっていうと、ナッツってね、やっぱり1粒がカロリーが高すぎちゃって油の塊だから、お腹が減っている時にね、食事のね、1時間半とか2時間ぐらい前にね、お腹が減ってる時にナッツ食べると、これもね、抑えきかなくなっちゃうんですよ。止まんなくなっちゃうんですよ。もうね、元の目網ですよ。本末転倒。なのでね、ネギ式ダイエットでは極力ナッツというものを単体で食べることは NG にしています。あなたがめちゃくちゃ意志が強い人間だったらいいけれども、ダイエットしたい人間は意志が弱いに決まっていますから、そういう時にね、気をつけてください。はい、なので食欲のオーバーシュートを防ぐためには 1,2 時間前に間食をしてください。もちろんお腹が空腹感がゼロの時は間食しなしちゃダメですよ。あ、お腹が減ってきたなっていう1時間から1時間半前ね、この1時間から1時間半前がジャックナイフをするベストなタイミングだと思います。はい、本日のまとめ、食欲をほにゃららしコントロールすれば食べ過ぎを防げる。さあ、ここに漢字2文字が入ります。これ私がいつもいつも口酸っぱく言っていること、もう分かりますよね。ネギ式ダイエットで一番大事なことっていうのは先を読むこと、つまり逆算をすることです。ああ、自分はこのままこの先行ったら食欲がオーバーシュートするな、やばいやばいね。そう、そのためにどうすればいいか、逆算して間食をしておこう、食欲のオーバーシュート断ち切ろう、この考え方いいですか。ダイエットも人生も仕事も先を見て逆算をして対処をする、これがねすごく大事です。ダイエットではこの逆算という言葉がですね、キーワードになりますので、ぜひ皆さん食欲を逆算し
コントロールしていきましょう。そのためには食欲のオーバーシュートを断ち切るジャックナイフ法。食欲がオーバーシュートする前ね、食事の1、2時間前にしっかりと間食をしておきましょう。そうすることであなたは自分をコントロールができる、あなたの脳を暴走することを防ぐことができるんですね。はい、今日の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白かったな、参考になったなって思っていただけた方はぜひいいねボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。